株式会社ワークは、大阪府東大阪市に本社置く、アルミホイールを主とする自動車部品メーカーである。ワークエモーション CR 局昭和52年3月、田中武氏が、資本金400万円で、東大阪市高枝本通り6-48に、株式会社ワーク設立。昭和54年5月資本金を1000万円に、増資。 昭和54年12月、スリーピース工場を、東大阪市高井田中にマイナス5に開設。昭和55年4月本社新社屋、東大阪市長谷市4の17に完成。昭和55年9月、スリーピース工場を、東大阪市東高野池町1の385の22点。高野池工場の開設。昭和56年4月川又工場開設。 昭和57年8月、河野池工場に商品配送センター開設。昭和57年10月資本金を1800万円に増資。昭和58年2月レーシング部門、川中工場開設。昭和58年2月福岡営業所開設。昭和58年3月神奈川営業所開設。昭和59年2月仙台営業所開設。 昭和59年2月広島営業所開設。昭和61年8月式の工場完成。商品配送センター及び製品組み立て工場として移動。昭和62年6月オートモーティブ事業部開設。昭和63年5月川中工場を塗装部門に変更。昭和63年5月岡山工場開設。 平成元年9月名古屋営業所開設。平成元年11月岡山工場増設。平成2年7月企画開発部門 AMP 開設。平成3年2月岡山流通倉庫開設。平成4年3月新潟出張所開設。平成4年7月大宮営業所開設。平成4年8月札幌出張所開設。平成4年9月。 金沢出張所開設。平成10年8月撮影スタジオが完成。平成11年5月オートモーティブ事業部から試作部門に変更。平成12年8月資本金を1895万円に増資。平成12年11月酒井工場を開設。リム製作、製品組み立て工場として移動。 平成13年8月資本金を9500万円に増資。平成13年8月札幌出張所を札幌営業所へ変更。平成14年8月資本金を137、025000円に増資。平成15年4月岡山第二工場、組み立てラインを堺式の工場へ移設。平成15年8月販売推進室の新設。 平成15年10月式の工場塗装ラインを増設。平成15年12月、品質マネジメントシステム ISO9001 の認証を取得。平成16年9月式の工場、組み立てラインを堺工場へ統合。平成18年3月洋繁華を販売推進室へ統合。平成19年8月コールセンターの新設。 平成20年1月社長室の設置。平成20年9月生産技術家を東高野池へ移転。平成25年1月資本金を9500万円に減資。平成26年8月第2営業部新設。開発部新設。平成27年8月田中智香が代表取締役社長に就任。平成28年2月商品部に 海外購買家を新設。ありがとうございます。